宇宙世紀1月3日スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り地球連邦政府に対し戦線を布告後に一年戦争と呼ばれる戦いの始まりである。 ジオン公国は巨大人型兵器モビルスーツを戦いに投入し物量で勝る連邦を圧倒する開戦よりわずか40時間で3つのサイドは壊滅し28億もの命が失われただがこの凄惨な殺戮劇もジオンの真の目的の前では単なる呪却でしかなかったのであるジオンは 空前絶後の計画を実行に移したスペースコロニーを強大な弾頭に見立て地上に落下させようというのだ目標は南米連邦軍本部ジャブロー落下するコロニーは連邦軍の必死の抵抗に遭い大気圏突入後に崩壊大きくコースを外れてしまうジオンは 作戦の失敗を挽回すべくサイド5ルームに対し攻撃を開始一方連邦はレビル将軍率いる宇宙艦隊をルナ2から発進させた両軍の戦力比は3対1圧倒的に連邦軍が上回っていたしかしこの戦いはジオンの圧倒的勝利によって終結する モビルスーツの威力を前に連邦艦隊はただなすすべもなく撃破されていく連邦軍の旗艦アナン家もまた激しい戦闘により大破し脱出を試みたレヴィル将軍もジオンの捕虜となってしまうのだったジオン政府はルームでの華々しい戦果を武器に連邦政府に対し休戦条約を申し入れる 敗北を喫し疲弊した連邦にとってそれを断る気力はもうなかったかに見えたジオンが提示した休戦条約は連邦に対する事実上の降伏勧告であった連邦に戦争を継続する力はもう残っておらずこの条約の受け入れもやむなしと思われた時奇跡は起こった捕虜として収容されていたレヴィル将軍が ジオン本国を脱出し帰還したのであるそしてサイド3で目撃したジオンの苦しい内情を暴露し戦争の継続を訴えたのであったこの演説によって連邦軍首脳は戦争の継続を決意する結局この日は軍事条約の締結のみにとどまりジオン公国は地球侵攻作戦を決定 戦場は宇宙から地上へと拡大していくのである。